北陸など東日本の日本海側から北日本の日本海側にかけては午前を中心に雪が降りやすいということです。山口さん、はい、その降り方なんですけれども、今現在少し強まっているところもありますね、はい、そうですね、この札幌ですとか東日本の日本海側の一部、こちらの方で積雪が、まあ、増加中ということになりますね、はい、ただね、だんだんと弱まっていくのではないかというふうに見られます。はい、ではまず、ね、こちらをご覧いただきましょうか。これが午前6時までの1時間に積もった雪の量です。で特に強いのが新潟県の上越ですね、関山で6センチ、長野県北部飯山で同じく6センチの積雪の増加となりました。で北陸から北の日本海側で今も積雪が徐々に増加中ということになります。一方でですね、天気図見てみますと、これ午前3時の図です。この段階ではまだ等圧線縦に並んでおりまして、東日本北日本は冬型気圧配置となっているんですけども、夜の天気図を見ますと大変大きな高気圧に覆われまして、午後はもう冬型気圧配置も解消に向かうというふうに見ております。でその結果雪雲の動き見ていきますと、まだね、青で表現されるような雲がかかると積雪がまた増加しそうなんですが、これもね、もう午前中で解消です。午後になりますとこの薄いグレーで表現されるところが多くを占めまして、雪はまだあちらこちら、まあ、降りますけれども、降り方としては弱まっていくかというふうになります。ただやはり、ね、午前中は路面状況の悪化や見通しの悪化など注意となりそうです。はい、特に朝の時間帯は雪かき作業等が必要になる降り方になっていたところもあるかと思います。今後だんだんと降りにくくなるということですけれども、はい、午前のうちはまだその降り方強まり等にはお気をつけください。最新の気象情報、雪に関する情報はウェザーニュースのアプリからも最新の情報をご確認いただけます。ぜひご活用ください。